特別区2006年の問題です。次の図のように平行四辺形を3本の斜めの平行線、7本の横の平行線で区切ったとき、その中にできるすべての平行四辺形の数はどれかという問題です。平行四辺形の数をカウントしようということで、一番小さい平行四辺形、分かりやすいですね、これが1、2、3、4とかですね、ちょっと大きめのこれを数えるとか、これを数えるとかですね、全部数え上げようとすると大変ですから、これはですね、計算で解いていきたいと思うわけなんですが、実は平行四辺形というのは2組の対辺が平行な四角形ですから、左と右対辺と言います。対辺平行、上と下も対辺、対辺が平行ですね。2組の対辺が平行なのが平行四辺形ですから、2組の対辺を決めれば平行四辺形決まるわけなんですね。つまり斜め線というのが1、2、3、4、5本、名前つけてみました、 ABCDE の5本ですよね。ここから2本選び、何か2本選び、横線1、2、3、4、5、6、7、8、9本ですね、この9本から2本選んだならば、斜め線2本選んで横線2本選んだならば、そこにできる平行四辺形というのは定まりますから、この斜め線と横線の選び方なわけですよね。横線2本何か選ぶ、斜め線2本何か選んだならば、そこにできる平行四辺形というのは必ずありますから、この線の選び方じゃないかということになります。ということは、斜め線は5本ありましたので、5本から2本選ぶ組み合わせかける、横線は9本ありましたので、9本から2本選ぶ組み合わせ、これで計算で出るわけですね。 5C2 は 5C20 の半分なので10、 9C2 は 9C72 の半分なので36ですから、 10×36 で360、 360通りなので、結局平行四辺形360個できるわけなので、3番正解でした。